アローズ A10 は、アローズが1987年、1988年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラ、ワンカー。設計は、ロスブラウン。BMW が1986年をもって、エンジン供給停止を発表したため、アローズは、メインスポンサーのアセフ &G と共に供給継続を要求し、 メガトロンのバッジネームで供給されることが決定した。同社はジョン・ジェイ・シミットにより設立され、エンジンはスイスのエンジンチューナー、ハイニ・マーダーの手によってメンテナンスされた。1987年には11ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング7位となった。デレック・ワーウィックが3ポイント、エディ・チーバーが8ポイントを挙げた。1988年になると、 ほとんどのチームが翌年からのターボエンジン禁止に備えて3.5リッター自然吸気エンジンを搭載し、その中でパワーを利して、高結果を上げることができた。チームは23ポイントを獲得、コンストラクターズランキング4位となり、チーバーはイタリアグランプリで3位となり表彰台に上る。ワーウィックは0.582秒差の4位であった。 ワーウィックは17ポイントを上げ、ドライバーズランキング8位、チーバーは6ポイントで12位であった。1988年シーズンは、ほとんどの自然吸気エンジン搭載チームよりも上位となり、車もドライバーもそのチャンスを活かすことができたシーズンとなった。しかし、この年から、ターボチャージャーの最大化9圧が2.5バールに、制限されたのを受けて FIA より支給された。 ポップオフバルブが規定の下級圧以下で開いてしまうトラブルが頻発し、レース終了後タンク内に燃料がまだかなり残っていたこともあったという。同様のトラブルは下級圧に制限が加えられた1987年から存在しており、当時のライバルであったホンダエンジンやフェラーリエンジンはすでに解決を見ていたものの、 メガトロンエンジンはこの年のイタリア GP 前後まで解決策を乱すことができなかった。シャーシエンジンシャーシエンジン、ありがとうございます。